天然記念物に指定されている、ヒバ山にしか繁殖しない、植物霊石といわれる、玉抱え石イザナミが眠ると古事記に記された島根県、安木市白田町横屋にある、ヒバ山。珍しい中条節林が県庁に見られる、ヒバ山久米神社は、島根県安木市白田町にある神社である。ヒバ山の山頂にある奥の宮と麓にある下の宮がある。山頂には、 国生の母である天神神伊沢波の御事の、お神オと言われる古風がある。古来より、小佐遣り、安山の神社として、信仰を集める。伊沢波の御事を主催神とし、早玉能の,の御事、及び、琴坂の御事を廃止する。古事記において、彼その神ヒリシイジョウナミの神は、出雲の国と母木の国の境、ヒバの山に葬木と記されている通り、 国海の母親は、現在の島根県安木市白田町横屋にある、日馬山の山頂に埋葬され、現在も母神領と言い伝えられる、古い塚がある。現在は、山頂に奥の宮、山麓に下の宮の社殿が建てられている。雲泊国境、山陽への養路に位置する要外の地であり、多くの受難の歴史に耐えた山でもある。最神伊ざ波の御事は、小授かり。 安山の守護神として参拝者が多い。参拝にはかなり困難な、1キロメートルほどの坂道があり、ここをたどる妊婦が苦しい、辛いなどの語を発すると、難山すると言い伝えられ、見重なる婦人は、ことさらに兵器を装って参詣するのが習わしである。御両方はかつては、禁足地として入山することができなかった。そのため、射手法か、 ひば山と対峙する山の上の台から擁拝していたと言い伝えられている。ひば山には様々な伝説が存在し、地元では類を見ないパワースポットとしても人気が高い。社殿の後方に高さ1畳5尺、幅6軒四方の高度があって、内病は石水垣を勘らし、外病は木作が設けてある。作内は松木新進として反応している。 戦国時代の天骨目久は、ひば山の数形が、ことに厚く、富田より道路を通じ、ひば山に奉行を置いて、東括三礼に、本社三殿及び島か頃も、主郎、二王門を造営し、神領として日時、横や、峠の内より十数町府の土地を付し、官主一人、神官二人、鮭五人を置き二社一時五房を手厚く保護していた。信仰の山であると同時に、 富田城の平坦基地としても重要視していた。天子最盛期の天子恒久は馬に乗ってこの道を通り参詣したと伝えられている。また、天子時代末期と富田城老城の際は武器兵糧などの輸送に重要な役割を果たしたと伝えられている。しかし、戦乱の陛下によりすべて後発に返した。江戸時代に入り、漢文四年、松平氏が死風を母里に置くや、 車両前を付し、車電を造営し、漢文13年、車電を山六に移した。その後再び山上に車電を混流して、今日に及んでいる。恩苗地区伊沢みさありがとうございます。